お、おどんさんどうも。あ、なんかね、メンバー歴を1回だけ表示できるとかいう謎の機能ができましたね。なんかね、よくわからん機能ですね。なんか月に1回だけメンバー誇示できるというなぜか謎の仕組みが生まれたみたいで。サイカさんどうもありがとうございます。よくわからん機能で。ほんまによくわからない YouTube。なんでこんなわけのわからんもん作るんや。まあ、皆さんありがとうございます。マジで意味わからん機能すぎる。こんなん作るんだったらさ、サブスクギフト作れや。これで月に1回さ、配信者何も得ないよ、これ。マジ何も得ないからな。意味がねえ、ほんとに。まあ、月に1回、1回やろ、これだって。月に1回の、まあ、なんかスパチャみたいな、保持できるコメントが打てるっていう。ほんまに意味わからんよな、YouTube。ほんまサブスクの才能なさすぎるわ。のなんだ月1回かだメンバーバッジ買わせとほんまにそのバッジをさ早くやらしてほしいよね。スパチャがそうこれいげつないぐらいメンバー登録が来たんかと勘違いするやん。おい1円も儲からんからなわし。なんだこれ、なんなんだこれは。ほんまに意味がわからないです僕も。だからみんなあのサブアカでメンバー作って荒らせるよ月に1回だけ。そう自己顕示欲を満たすためだけやからマジで意味がない気分やな本当に。配信者にとっては何の得もないという。ただ自分がそう何ヶ月間メンバー買って確認できるだけで。ありがとうございます。渡すも紛れるわんて。紛れてねえよお前。お前メンバーになって紛れるわそれだったら。スパチャやったら紛られへんやろ。色が違うねんから。色が違うんだよ一人だけ。鈴木くんやばいな。31ヶ月。一応ね最長が今34ヶ月の人がいます一人だけ。その人がダントツですね。おいちょっと待って待って、ちょっと待ってくれ。これさ他のコメントが邪魔すぎて、あれやわ。あの、プレミアムメンバーとかさ、メンバー登録とかこれ紛れるやん、マジで。マジでいらん機能やな、YouTube これ。腐ったもん作りやがって、ほんま。サブスクギフト導入しろって。それか、サブスクのレベルに応じてメンバーバッジ更新させろや。何してんの、ほんま。マジ紛れるやんな、これ。やばない。紛らわしすぎる。もうちょっとで虹って。あれ ?12 ヶ月やの虹になってない。なんでや。来月梅バッチ1ヶ月に1回みんなに荒らされるやんこれ。そうしかもアップグレードと同じ色とかもう終わってるやろ。今何ヶ月か確認できるから何って。確認したんやったらメンバー登録のページ押せって話やからな。いらんわ。誰にアピールすんのねそもそもこれ。じゃあ来月今今日コメントしないと次荒らせんの25日やからな。月1ただでスパチャ呼んでもらえる特典になる。まあそうやな。いらねえプレメン区別を。プレメンの区別がまず配信上でできんってやばいよな。なんでじゃあサブスクのプランを分けるれるんって話ですか。 VTuber の配信やばいことになるやろ。荒らされまくるやろそら。だってさ緑列で言ったらまあ僕の配信も多分一緒ぐらいだと思うけど、これの10倍人がおってさ同じことしてどうなると思う。やばいことになるやろ。緑列で俺も負けてないと思うけどな。10倍ぐらい人おんねんでそれの。やばいって。実際ほぼ嵐になるかオフにしてる人が多い。ああ、配信者が決めれるんや、オフにするとか。そうやったらオフにするやろ。今日のパンチュ。今日のパンチュはですね。ちょっと待ってくれ。ここ犬ゾーンや。来て。やばいやばい。下着大さんに殺される。今日のパンチュは、青と白と黒と黄色のストライプです。くだらない機能で友通のさんやったんです。これでな、490円入るんやったらいいけどな。こんばんは。何なんですかこの機能はって。お前もメンバー登録しろやフィストファッカー。このクソ機能メンバー歴2ヶ月以上じゃないと使えないって。そうなんや。1ヶ月じゃ無理らしいよ。へえ。喜ぶ。なんか足音うるさくないって。顔がでかいからや。顔がでかいからな足音がうるさく感じね。そんなもん錯覚や。